畑二郎君。一軒民主社民社のの畑二郎ですす今日は質問の機会をいいただきまましてありがとうございます連日の報道やソーシャルネットワークの情報により、私たち日本国民も、ロシア軍によるウクライナ侵略を目の当たりにしており、外交と防衛の問題について、国民の間でも非常に関心が高まっていることを感じています。 ここ外交防衛委員会においても、どのようにすれば一方的な軍事侵攻を食い止められるか、平和な世界を取り戻すために、日本だからこそできること、日本だからこそやらなければならないこと、これを議論する必要があると、私自身も思いを新たにしているところです。おとといの日曜日、私は地元、長野駅周辺で、 ウクライナ難民を支援するための募金活動を行いました昨日まで幸せな生活を送っていた普通の市民が今日は銃を手に取りまた国を追われ難民になってしまうという現実に戦慄を覚えると同時に暴力による日常の破壊に怒りを感じておりますそして今現在も戦火の中で苦しむ ウクライナ国民のの皆様に連帯の気持ちを捧げたいいと思います一方で、すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならないという国連憲章の条項をあっさりと破ってしまう、国連常任理事国、ロシアのプーチン政権に対して、 厳しく対峙する政府の方針には私も賛同しております。ウクライナ国民は老若男女にゃん、男女を問わず武器を取り、ロシアの侵略に立ち向かっています。文字通り命がけの祖国防衛をしており、今も孤軍奮闘してロシア軍の攻撃を食い止めています。 第二次大戦の序盤戦でパリが陥落し次はロンドンだと危ぶまれていた時当時の英国首相ウィンストン・チャーチルが発した言葉を今思い出さずにはいられません戦い敗れた国は再び起き上がれるがおとなしく降伏した国に未来はないしかし戦闘が一日長引けばそれだけ 犠牲者が増える一刻も早くロシアの侵略行為をやめさせてこれ以上の犠牲者を増やさないよう最善を尽くすことは国際社会の一員として我が国の責務であると考えますフランスのマクロン大統領ドイツのショルツ首相トルコのエルドアン大統領イスラエルのベネット首相そして昨日は中国の王毅外相も 停戦仲介の意向を表明しました残念ながら積極外交を行う日本の姿がなかなか見えてきませんまず岸田総理か林外務大臣がモスクワに足を運びプーチン大統領と直談判をするもしくは首相在任中にプーチン大統領との信頼関係を醸成したと評されている 安倍元首相や森元首相を特使として、ロシアに派遣するような外交努力を日本政府としては行わないでしょうか、マレーシアも大事だとは思いますが、ロシアに特使を派遣するのであれば、首都キエフが包囲されようとしている今すぐではないでしょうか、外務大臣のお考えをお聞かせください。林外務大臣 今回のロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状の変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為であります、明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難をいたします、今こそ、今委員からもお話があったように、国際秩序の根幹を守り抜くためには、国際社会が結束して、毅然と行動しなければならないと考えております。 我が国としてこのことを示すべく断固として行動をしてまいりますこうした暴挙には高い代償が伴うということを示していかなければならないと思っております、まあ、こうした考え方の下で、えー、我が国は G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携をし迅速に厳しい措置を打ち出してきております 外交能力ということで、いろんなご指摘がありましたけれども、現時点で特使を派遣するという考えはなく、また今後の対応を断することは差し控えたいと思いますが、引き続き今後の状況を踏まえつつ、G7 をはじめとする国際社会と連携し、有効と考えられる取り組み、これを適切に検討、対応してまいりたいと考えております。畑二郎君 ご答弁ありがとうございますやはり日本の顔を見せるためにも、ぜひ特使を派遣する、もしくは外務大臣自ら足を運んでいただくような外交努力をしていただければと思います。次に、日本政府はロシアの暴挙に高い代償が伴うことを示していくとの考えで、強い経済制裁に踏み込んでいます。経済制裁は子ども高齢者 病人、低所得者、失業者など、社会的な弱者により大きなダメージを与えてしまいます。通貨ルーブルの相場も大暴落しており、ロシア国内でも社会的弱者に大きな苦しみを強いているのは明白です。そこで外務大臣のお考えをお聞きいたします。日本政府としては 戦争を止めるためには、一般国民に苦しみを与えることもやむを得ないという判断なのでしょうか、人間の安全保障を日本の外交の柱に据えるとした方針は、もう昔の話なのでしょうか、お答えをお願いします。林外務大臣、えー、今回のロシアによるウクライナ侵略、えー、これは 先ほども申し上げましたように、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序を揺るがす行為であります、やはりこの秩序の根幹を守り抜くためには、国際社会は結束として毅然と行動しなければならないと考えております。今回の事態を受けけてて我がが国国国民民だけではななくてです、ね、ロシア国民にも様々な影響が及ぶと いうことは避けられないと考えますけれども、先ほど申し上げましたこの大きな目的のためにです、ね、引き続き今後の状況を踏まえつつ、G7 をはじめとする国際社会と連携して、適切に取り組んでまいりたいと考えております畑次郎君。私のの方も繰りりり返ししととなりますがやはり日本らいい外交というのを ぜひ続けていただければと思っております、えー、この週末在日ウクライナ人やロシア人のお話を伺いました街中やソーシャルネットワークではロシア人に対する差別的な言葉が増え大きな不安を感じているそうですその一方で在留ロシア人の SNS のサイトの一部には日本に対する反感や 過激な言葉も散見するととのこともちろんウクライナ侵攻に反対しているロシア人も多いですが独裁的な指導者に反対の声を上げる恐怖とロシアを敵視する国際世論に反発するロシア国民の声もあり不用意に声が上げられないとも聞いておりますさらにロシア国内では言論弾圧やメディア規制が始まっておりすでに 罰則付きの法制化もされました早期にロシア軍による攻撃を終結させるにはロシア国民が声を上げることも重要だと考えます善良なロシア国民に対してはあなた方が敵なわけではないというメッセージを送りロシア国民がロシア政府に反対の意思を示すことを国際社会として支持する姿勢を示すことも必要だと考えます そこで質問です日本政府として特に日本国内に在留するロシア人に対する発信や取り組みはありますか外務省上山欧州局長お答え申し上げます、えー、まあ今回のこの侵略これはプーチン政権によるウクライナ侵略でございまして 日本国国内にに居住すするるロシア国民の方々からも侵略に反対する声が上ががってていると承知しておりますで我が国の立場につきましては、これまでも岸田総理、林大臣はじめ、さまざまな機会に積極的に発信してきておりますけれども、委員のご指摘も踏まえまして、この日本国内のロシア人向けに何んらかの発信をするということについても、検討してまいりたいと思います。 その関連であの、委員からご指摘のあったとおりです、ねあの、このロシア人一般に対するこのヘイトスピーチが今、えーまあ、SNS SN 等で,です、ね、拡散しているといったことは、これは大変憂慮すべきことでございますので、この機会にです、ねあの、日本国民の皆様に対しまして、日本に居住する一般のロシア人の皆さんを、ロシア人であるという理由だけで、排斥するようなことは控え、 冷静な対応をしていただくようにあの呼びかけたいと思います畑次郎君、えー、しっかりした前向きなご答弁をいただきましてありがとうございます今日は国際女性デーですがそれに先立つ3月5日にプーチン大統領は女性グループとの懇談の場で経済制裁は戦線布告に近いというような発言をされその映像が報道されています 日本の領土、領空、領海、そしてサイバー空間において挑発や攻撃が行われるような兆候はあるでしょうか防衛省増田防衛政策局長ご指摘のプーチン大統領の発言については承知しておりますそして防衛省といたしましては今般のウクライナ侵略を含めまたサイバー空間における動向を含めまして ロシアの動向について重大な懸念を持って情報収集警戒監視を行っているところでございます、えー、例えばロシア海軍はですね2月以降オホーツク海等において大規模な海上演習を行っておりますこれはウクライナ周辺におけるロシア軍の動きとこうする形でロシア軍が東西で活動し得る能力を誇示しているものではないかと思われますまた2月にはですね 戦略核および非核戦力による戦略抑止力演習を実施いたしまして、さまざまなミサイルを発射した旨、発表いたしましたが、このうち ICBM ・大陸間弾道ミサイルなどにつきましては、極東のカムチャッカ半島に着弾させたとしております。でさらに、3月2日にはです、ねえー、北海道根室半島沖におきまして、ロシアのヘリ1機が領空侵犯したことを確認しております。 このように、ですね現下の情勢下におきまして、我が国周辺海空域におきましても、ロシアの活動が活発化しているということは懸念すべきものでありまして、防衛省といたしまして、引き続き緊張感を持ってロシア軍の動向について、情報収集、警戒監視を行ってまいりたいと思っております畑次郎君。先ほど、同僚の小西委員からもお話ありましたとおり、北方四島、日本固有の領土として、 やはりりりししっかとと守り抜くためにもぜひ警戒ををされることをお願い申し上げます日本政府は緊急人道援助として、1億ドルの拠出を決定いたしました。1億ドルと決めた根拠は何かございますか。また、国際機関を通じての拠出とのことですが、どの機関にどれくらいの金額を拠出するのか。 可能な範囲内で教えていただければと思います外務省上野国際協力局長お答え申し上げます今回のウクライナ情勢を受けて国連からですね、主に保健医療食料 難民避難民の保護といった分野で、ウクライナの国内向けおよび周辺,周辺国向けの支援として、総額約17億ドルの,あの支援の要請、アピールが出されておりまして、我が国が表明いたしましたこの1億ドルの緊急人道支援に関してはです、ね、その国連の,あのアピールに応えるべく、あのかなりの部分をです、ね、我が国として負担するということで決めたものでございます。で現在です、ね、この国連の支援アピールを踏まえまして、 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所あるいはユニセフといった人道関係の国際機関とですね具体的な支援の内容について調整をしているところでございましてできるだけ早くこれを決めて、えー、迅速に実証していきたいと考えております畑次郎君お答弁ありがとうございました本当に困っている子どもやそして難民の皆さん一刻も早く支援を送れるよう よろししくお願い申し上げますそれとは別に、ウクライナ政府の要請に応じて、食料、衛生用品、防寒具、発電機、防弾チョッキなどを輸送、配布すると報道されていますが、実際のところ、どんな物品をどのくらい、どのような手段でどこへ輸送するのか、これも可能な範囲で教えてください。え防,衛えー、防衛装備庁、万波装備政策部長。 お答え申し上げます、えー、現在、我が国はウクライナ政府からのご指摘ございましたけれども、要請を踏まえまして、防弾チョッキ、ヘルメット、えー、防寒服、天幕、カメラ、えー、あるいは衛星資材、非常用量食、発電機を自衛隊機等によりまして提供することにつき、今、調整しているところでございます。これらの装備品につきましては、ウクライナ政府に提供する予定でございまして、その先、ウクライナ政府の適切な管理の下、使用、配布されることになります。これ以上の細部につききましてはお答え,るお答えでき いう段階にございませんが要請のありました装備品等を迅速に提供することはウクライナの国民を最大限支援することに寄与するとともに国際社会の連帯を示すものでございまして政府内外の関係者ととの調整や検討を加速してまいりたいと考えてございます畑次郎君それでは、えー、短く時間が短いですが、えー、岸田総理がたびたび言及する 新時代リアリズム外交とはどんな外交なのかということを、ぜひ林外務大臣に教えていただけたらと思います林外務大臣。ロシアによるウクライナ侵略を含めて、えー、厳しさと複雑さを増す国際情勢の中で、えー、岸田内閣として未来への理想の旗をしっかりと掲げつつ、 一方でしたたかで徹底的な現実主義これを貫く外交を展開をしてまいりますこれが新時代リアリズム外交でございます私の初心でも日米同盟を基軸に世界の日本への信頼と三つの強い覚悟、まあ、すなわち普遍的価値を守り抜く覚悟我が国の平和と安定を守り抜く覚悟地球規模の課題に向き合い国際社会を主導する覚悟を持って対応力の高い低重心の姿勢で 日本外交の新しいフロンティアを切り開いていくと述べましたこの対応力の高い低重心の姿勢は新時代リアリズム外交につながっていると考えておるところでございます畑次郎君おまとめください時間となりましたので以上で私の質問を終わらせていただきますありがとうございました きよし君。